はしごが来ること知るためにここに来られたので、カンナギですが、それはしかし、やがてあのハーブ村にいるし、よく来たな。だが、そうだ。起きたか。いつか少しだけ、そこには立派な、その王様がいる。だけど。立派な王様だけどな。わしを見ろ。忘れたくても。また来るがいい。洞窟の奥の遺跡調査、とにかく浄化に、あの海面に姿を見せた建物からは各社様と似た何かを感じます。きっと特別な意味を持つものでしょう。移動成功です。周囲はどうなっていますかね。さあ、こっちです。わしの子、その宝剣を直しておじゃが、なんじゃ、な当てが外れましたね。どうしましょう。すみません、気を悪くし、まあうるさいぞ。何、はい、師匠。びっくりした。あの炉は、でも最近、師匠は頑固、そうすれば、総計端は、だから、あ、洞窟を、ブロックル殿にやる気を出してもらい、宝剣を託しましょう。岩堀港の遺跡で総計端を探して、見るのがいいですね。そこまでなら私が案内できます。得意げですね。言うからには任せますよ。君、さあどんどん行きましょう。先手必勝。さあさあ、何でもあるよ。また来てくれよ。改めて思うのは、あなたは力持ちだなと。荷物を預けているこちらも心強いですよ。あれはホブゴブリンですね。何もかもうまくいく、今はそんな気がしますね。
撤退ですか？調子が上がってきたのに。これはいい。壊して正解でした。蜂の巣にしてやりますよ。助かりました。危なかった。一番危険なのは未知の魔物との遭遇です。この調子ならなんとかなりそうですけどね。水を浴びましたか？かなり濡れてますよ。さあ、属性効果を与える魔法です。出てきそうです。反省などいりません。どうせ成功します。敵がいますが、無視なさるんですね。
ここからは洞窟内です。せめて地図なり案内板なりあれば。期待しすぎですか。もちろん問題なしです。役立つ素材を得られる場所ですね。所持重量に気をつけて取りましょう。ここですか。昔訪れた時の印象深い体験がよ。これを使えば状態異常は治るはず。一応十分な量は揃ったようです。もう少し集めていきますかね。きっとそうだと思ってましたよ。全力で走ってますね。追いつけないですよ。ついていくのが従者の使命ですよ。本当にあっという間ですね。あたりの様子は？誰がこんなひどい。会うなら見てえぞ。お帰りなさい。総計端手に入りましたか？ありがとう。これだけ。師匠、ロニヒが総計端などそれでも封建を。そんな、すみません。多分他の鍛冶屋にそれを直すのは無理だと思うんです。でも信じてくれた。ただ絶対にこの封建が。さすが各社様ですね。今から先導しますのでお付き合いを。突っ走って追い越さないように願いますよ。ではお先に。頼りにしてますよ。どうなっちゃうんでしょうね、この国。こんな時間でも眠る。思い出すのは怪力。さて、また素晴らしい冒険の再開ですね。旅はまだまだ続きますから。さて、旅の続きといきますか。とても複雑。この波紋の何をグッて。その波紋は全く。すみま、でもそうか。火槌っていう土が冷めるまでやり方自体は師匠。難しい加工が必要なようですね。でもサーラ殿ならできるに違いありませんね。きっとそうだと思って。ましたよ。火槌を使う。今日はもう休みます。会うなら見てえぞ。怪しいものはやることやらなくちゃ。おや、いらっしゃい。毎度あり。気がつけばかなりの出費ですね。各社様の気前の良さには感心しますよ。これも必要経費というやつですよ。どうなっちゃうんでしょうね、この国。こんな時間でも眠るに。
お前はうちのバカ弟子あいつの方にマグマが、まあ弟子が無事にも殿が人さあこっちです。戦闘開始、注意を。さあ、何が出てくるか楽しみですね。負ける気がしないとはこのことです。戦術にはまだ改良の余地がありますね。
控えめに言って最高の攻撃です。いつも呼吸が合えばいいですね。私の異界での経験ではこの近くに宝箱があるんです。興味があるならそこまで案内しますが。ファイターは守りが固いです。近づくならよく動きを見て。我々の強さならそう身構えずとも大丈夫ですよ。妙な場所に宝箱があるもんですね。生殺しですよ、これじゃ。しばらく景色を眺めていたくなりますね。眺めているだけで体力が戻ればもっといいんですが。ここで素材ですか。そろそろ荷物も心配かな。私の魔法にお任せを。すごいですね。こんなやり方があるなんて。元の世界に戻る時のいい土産話ですよ。いやはや、やってくれますね。
油に火がつくと丸焼きにされますよ。しまいました。そうだ、これを使えば。たまには、ね。気づいて発言して引き相手じゃないですね。ブロッコリ戦闘、いえ、ここは避けて進みたいですよ。おい、あんた、この先に進むなら、やめた方がいい。迷路みたいな構図、残念だよ。初めて入る場所は緊張しますね。魔物が出てくるな。蜂
蜂の巣にしてやりますよ。今は誰にも負ける気がしません。なんだか不気味な暗闇ですね。私が攻撃すればうまくいきます。手助けいたしましょうか。邪魔者を取り除きたいですね。何かできるはず。遠距離攻撃なら私にお任せを。仕方ありませんね。お手伝いしましょうか。攻撃するなら私が適任ですね。手助けいたしましょうか。大きな岩がありますよ。みんなで押せば動かせそうです。転がすつもりなら押してみるとか。ゲルが勝ちですか。これもまた戦略か。宝箱、何が入ってるんでしょう。欲しいものばかりとは限りませんよ。ノッカーの姿を確認。何か不安でも、すべて杞憂だと思いますがね。何が出てくるか楽しみですね。それに接近はおすすめしませんよ。おそらく何らかの罠でしょう。寝た子を起こす必要はない。そういうことですね。全力で守る。敵は随分と追いかけたようですよ。冷静さを欠いた敵なら絶好のカモです。
もちろん。素材採取できる場所がありますよ。ひとまず取っておけば後で使えます。私が攻撃すればうまくいきます。手助けいたしましょうか。この壁も見慣れたものですね。まあ用があるから来たんですよね。あれを壊すなら私に任せてください。手助けいたしましょうか。攻撃するなら私が適任ですね。手助けいたしましょうか。私の魔法にお任せください。危険です。私が攻撃すればうまくいきます。手助けいたしましょうか。いかにも何か潜んでそうですね。大声で脅かすのはなしですよ。リザードマンがいます。
私の力、魔法効果付与が役立つ時。ここは避けて進みたいですよ。この障害物壊せればいいんですが。遠距離攻撃なら私にお任せを。手助けいたしましょうか。日が暮れてきましたね。敵の急襲に気をつけてください。ものが出てきそうです。私の出番ですね。いっぱい取りますよ。これを集めるのに項目審査せ。なんだ、すまんが、お腰が痛く、せめて。目覚めの気合い入れに魔物でも借りますか。旅はまだまだ続きますから。すっきりしましたね。そういえば近くに宝箱があったはずです。異界の情報としてその場まで案内できますよ。マグマスケールです。体勢を整えて。役立つ素材を得られる場所ですね。所持重量に気をつけて取りましょう。その岩ですが、もしかしたら協力して押せば動くかも。押せば転がりそうに見えますね。せっかくの魔法効果がもう。さあ、属性効果を与える魔法です。
何かある？そこ気づきませんか？よく見て判断すべきですね。溶岩には注意しないと。鎧手とでは熱は防げません。この辺りは魔物も凶暴です。引き締めていきましょう。いい眺めですね。少し緊張が和らぎました。余裕のあるうちに。せいぜい景色を。休み明けにいきなりですか？余計な傷を受けないよう縛りましょうか。そうそう、その調子ですよ。ほら、まだ敵が残ってますよ。なかなかどうして。勝ち目がないと気づいたようです。まあ、楽に追い払えてよかったです。危なげなく戦いを終えられましたが、この紅葉が我々をさらに高めるでしょう。いいものが出てきそうです。宝箱がありますよ。近づくにはどうすれば。まあ、期待せず開けましょうか。とにかく開けましょう。何が出るか楽しみです。各社様はここがお好きですね。もう新しいものはなさそうなのに。経験は無駄にならない。とはいえ、確かに
私の魔法にお任せを。これを使う時ですね。敵がいますが、無視なさるんですね。なんとかうまくいき、あとはとにかく急がないと。熱が逃げないうちに外に向かいましょう。何か不安でも全て杞憂だと思いますがね。いいですよ。
待ってください、早すぎです。ついて邪魔者を取り除きたいですね。何かできるはず。遠距離攻撃なら私にお任せを。手助けいたしましょうか。遠距離攻撃なら私にお任せを。順調ですね、この調子で行き。まずいですね、火槌が冷めてきてます。私の魔法にお任せ。もう少しです、急いで。もやりましたよ。まずはここにある鍵。この師匠。まあいい、まさか本やが、さあなよ。はい。各社さん、どうぞ。あの後、これも各社さん、君がようやく、それも君のおかげです。何ですか？文字の情報？よく調べてみたら内容がわかるかも。なるべく早くお戻りを。長時間離れたままだと不安になります。致し方ありません、ここはじっと待機です。お、各社様、流星の直剣の、これが本来の流伝統のために修復した。そして各社様、あなたはこれこそ待って。